ノーレンプラザにレッツゴー。前回に引き続きノーレンプラザに行きたいと思います。今日はどんなご飯と出会えるんでしょうか。ここ行ったことあるよ。左。オッケー。ここも行ったことある。よっしゃ、気をつけてノーレンプラザに行こう。ふぅー、危ない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 。こっちに一旦避難。よし、よっしゃ、行こう。到着、ノーレンプラザ。盗まれないようにね、盗まれないように。ちょっともう一回かけ直すか。 OK、 最初こっちから通したけど、こっちから通したら大丈夫だ。盗まれないようにな。よっしゃ、入ろう。あ、ちょうちょイン。涼しい。すごい賑わってる。あ、じゃあ送り状を。涼しい。あ、ポーク卵だ。ここの前行った場所。テビチ。あ、ブレーメンってここなんだ。今度行こう、タコス。目的地は2階、海鮮丼500円。2階に行こう。プリン、プリンもうまい。マルヤス。2階、お肉屋さん。ブランチ、2階行きます。こんな感じでめっちゃいっぱいお店ある。1階でこれだからね、これだからね。こんにちは、すよです。よし、行こう。焼肉。2階でございます。ドアが開きます。そば。飲食店街。飲食店街入り口。涼しい。こっちがさっきの焼肉か。あ、ランチが、ランチの時間過ぎてるから閉まってる店多いな。ここに行きたいと思います。さあ入ろう。どうしようかな。お
あ、はい、すいません、ありがとうございます。右から人参、ゴーヤー、エビ、イカ、かぼちゃ、後ろはナスで魚の天ぷらになってます。サクサクでとっても美味しいです。ヨー、うまかったっていうか、一瞬自転車見えなくてマジで盗まれたと思った。ビビった、強迫性障害出てる。そばうまっ。 OK、 無事だ。よっしゃ。はい、というわけでですね、日本そばにハマってるソヨが、そば2軒目でした。そば2軒目じゃねえか、前回もいろはそば行って、今回もそば屋。沖縄なのに日本そば。沖縄ってあんまりそばを食べる文化がないのでいいんじゃないですかね。あ、こっち八千雲通りか。八千雲通りから来たから違う通りから行こうか。のどかですね。セミゴアも鳴いてるし、こっちから行くか。何なんだろうな、ここ喫茶店だって。はや、こっちから行くか。こっちも八千雲通りだよな。この工事の砂煙が目に入る。八千雲通りだ。これ八千雲通り。八千雲通り坂だから嫌なんだよね。お、めっちゃいっぱいある。OK。というわけでですね、お店に戻りたいと思います。沖縄っぽい風景でお送りしました。それではさようなら。